はい、どうもこんにちは。今回ちょっと店長が不在ということで、今日の動画はアシスタントの俊介が、子猫ちゃんたちをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず最初に、今2匹遊んでますけど、この2匹はどちらとも引っ越しが決まってる子です。花ちゃんとちしゃくんです。この2匹は、6月12日に店長が直接、この子たちをお引っ越ししてあげるそうです。あー、すごいですね。元気いっぱいですね。ほら、負けるな、負けるな。元気ですね。はい。こっちの左側が、ちしゃくんで、そして右側が、はなちゃんですね。ちしゃくん、はなちゃんですね。で、次はルナさんの子ですね。皆さん、ちょっとお邪魔するよー。お邪魔するよー。今ちょうどルナさんがおっぱいあげてるとこですね。ちょっと、今飲んでるから顔が見えないですけど、2匹います。今2匹いますね。ルナさん、調子はどうですか？調子はどうですか、ルナさん。邪魔しちゃ悪いですね。戻しておきましょう。で、次がアレン君とカレンちゃんです。仲がいいですね、この2人は。いつもお昼寝は一緒に寝てます。ちょっと羨ましいですね。僕もね、一緒に、いや、僕もね、こう羨ましいですね、本当にね。はい、で次が、あ、この子ですね。はい、これがうちの我が家のアダムくんです。アダムくん、どうですか、もうこの家には慣れましたか？大きくなってね、本当ね。なかなかちょっと動画自体初めてなので、緊張して何喋っていいか正直わかりません。あ、明日ね、ここに寝てる子がいます。この子もお引っ越しが決まってます。寝てますね。おい、おい、起きろ。起きないですね。あ、起きました。起きました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。このアレン君とカレンちゃんのこのラブラブシーンをじっくりご堪能ください。いいですね。左がアレン君、右がカレンちゃんですね。アレン君はとてもおとなしい子なんですよ。カレンちゃんがおもちゃが大好きだもんね。本当は2階にナナさんとかいるんですけど、ちょっと2階に上がるまでの時間がなさそうなので、
今回はシャマル姫をシャマル、おはよう、おはよう、シャマル姫。あ、ちょっとこれ邪魔だな。シャマル姫、シャマル姫、ほら、シャマル姫、ほらほら、うわー。はい、いつもこの台所の冷たいところでお昼寝するのが大好きです。あ、ルナさんがご飯食べてます。ルナさん、あとでまたおっぱいでもね、あげに行くんでしょうね。はい、この子は